連死主連死死は、歌舞伎及び、日本舞踊の演目の一つ。川竹木網、作、書生、花柳木樹介、振付。明治5年5月市村座での上演が本工業での、初演。歌舞伎の代表的な演目の一つであり、登場する、親父子、小辞子の生の衣装、桂、熊取等は、白波五人男の弁天小僧、菊之助や、 一六円に江戸桜のスケロク、肝心町の弁慶、しばらくの鎌倉健五郎影政などと並んで、歌舞伎のアイコンあるいは、ステレオタイプとして認知され、デフォルメされた表現が、各方面に二次利用されている。文久万年5月、両国中村郎の座敷で、花屋木樹介の実施、吉次郎のナビロメに、不死で踊ったとされる。この際の舞曲は、ギネや勝三郎作曲、 本工業に載せたのは、明治五年村山座で、何はかたいリエ王子をの劇中劇としてで、この時から、現在も、舞台で使われる三世、紀念や章次郎作曲の長歌がついた。能舞台を模した松葉目の舞台に、二人の狂言集魂と左魂が現れ、二人はおごそかに舞い始める。舞は、文字菩薩の霊地である西梁山に架かる石橋を描写し、 手にした手獅子の毛と衣で親子の獅子を模して獅子の子落としの伝承を再現する。二人が舞台から下がると次の場は魔狂言となる。清涼山の麓と頂を目指す二人の修行像が出会い、最初は旅は道連れと和やかに打ち解けるが、互いの修門がライバルたる北家宗と念仏宗だと判明すると、どちらの修師が優れているのかと激しい修論に、 発展する。北家宗の僧が、大木、南無妙法蓮華行を、内輪大鼓を叩きながら連呼すると、念仏宗の僧はすかさず叩き金を打って、南無阿弥陀仏を連呼して応じる。大木と念仏の応酬のうち、いつの間にか双方が取り違え入れ替わって唱える、事態となり互いに慌てるコミカルな展開を呈する。周囲ではにわかに暴風が吹きつけ、不気味な雰囲気となり、 二人の僧は慌てて逃げ、舞台から去る。大薩摩が、石橋の様子を描写し、悠然と、親子獅子の生が登場する。親子は、ボタンの花の匂いを嗅ぎ、狂いと呼ばれる、激しい動きを見せる。そして、ボタンの枝を手に、かんばしく咲くボタンの花、それに戯れる獅子の様などを描き、親子の息の合った岩木の毛振りとなる。長い手を豪快に振り、獅子の座について巻く。 現在では、役名は、狂言詞右近後に、親父子の性、狂言詞左近後に、子父子の性などと表記されるのが一般化しており、初代炎王と三代目段四郎、十七代目勘三郎と五代目勘九郎、その十八代目勘三郎と二代目、中村勘太郎及び二代目、中村七之助など、親父子と子父子を実際に親子である縁者が舞う、配役で上演されることも多い。 このため、親子襲名披露工業でも取り上げられることの多い演目である。沢社十種の一つに選ばれているが、沢社屋に限らず、中村屋やよろず屋、聖、駒屋、高麗屋などの歌舞伎役者らによって広く演じられてきた演目である。派生型として、上方前の梅本流二世梅本先生振付の三人、連寺子があり、こちらでは、親獅子、小獅子に、 母自死の性を加えた三人で舞う。2009年の四代目、松本金太郎初舞台公演では、角で祝樹連自死として、今井豊吉脚本により、左今後に、親自死の性、右婚後に子自死の性に、同後に、孫自死を加えた三人で舞う作品が上演された。2016年から2017年にかけての三代目、中村橋之助改め八代目、中村主幹と、 その三人の息子である、中村国章改め四代目、中村橋之助、中村隆生改め三代目、中村福之助、中村義雄改め四代目、中村歌之助の同時襲名披露では、祝贅、揃い久し連寺師と題して、今井豊重脚本、八世、藤間勘十郎振付によって、一人の親父子に対して三人の子寺子が舞う方が、上演された。 ありがとうございます。